ケイリ先生ホマルとアマテラス桜子の開運チャンネル。なんとなんと今日が約1年あの MC を務めさせていただきましたが最終回です。どうでしょうか。そう、私はちょっとねまだ半年足らずの感じでしたけど、ちょっと巻きで、はい、あ、わかりました、はい、じゃあそれどうぞ、はい、いつものトレイルフレッシュで綺麗な空間なので大丈夫です。はい、でそれで友の会もやってますので、もしよろしかったら登録してくださいっていうことで、はい、お願いします。でそれでもう呼んじゃいますか。お願いします。本日一発もう総勢7名のゲストさんが来てくださってるんですけど、一発目のゲストさんはミセスオブザイヤーとしての宝庫、キャッチコピーイベント通して OK ミセスオブザイヤー統括プロデューサーとキラリコーポレーション代表の菅原秀幸さんです。お願いします。イエーイ、はい、まだ映ってませんね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、はい、じゃあもう勝手にいいですか、どんどん喋って。あ、もう全然、どうぞ、もう時間も、はい、スタート、5分スタート。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんちは。ミセスの父スナピーだし、今日は、ね、呼んでいただいてありがとうございます。こちらこそご出演いただきありがとうございます。そんなんでまずは自己紹介からっていうことでね、はい、はい、簡単に2年前からですかね、キラリコーポレーション、キラリ、あ、キラリプロモーション、ごめんなさい、自分の会社間違えてどうするんだよ。イベント企画、はい、ね、イベント、モデルの紹介とかね、はい、そういうので、まあ、地域にね、はい、あの貢献していこうと、はい、まあ、いろんなイベントに、ね、はい、呼んでいただいて、はい、まあ、盛り上げようと、はい、そういった思いでね、はい、立ち上げた会社なわけなんですよね。頑張る女性を応援してますよ。ああ、いいですね。まあ、そんな中ね、あのビューティーコンテストの応援をね、してまして、はい、まあ、皆さんね、まあ、苦難とか、うん、ハンデを乗り越えてね、まあ、頑張ってらっしゃる彼女たちのね、うん、見ててあのすごく感激しています、うん、まあ、そんな中でね、ミセス・オブ・ザ・イヤーの、代表西村最後とばったり運命の出会いがありまして、はい、運命ですか、はい、あら、まあ、それでですね、あっという間に埼玉大会の、はい、統括プロデューサーを引き受けちゃいました、はい、よろしくお願いします。まあ時間がなくなっちゃいますので本題に入りますよ。まあ、巻きでですね、はいはい、ミセス・オブ・ザ・イヤー西村代表はですね、ごめんなさい、今流行りの、まあ流行じゃないですね、世界的に注目されている SDGs、 皆さんご存知ですね、はい、あの持続可能な、開発目標、うん、まあ、17のね目標がありまして、うん、まあ、そういうことで、Gs というS がついてね、うん、埼玉、SDGs、はい、まあ、あの地球の、ね、環境問題だったり、まあ、エネルギー問題だったりね、まあ、貧困なこととかね、うん、まあ、そういうことも、まあ、経済発展させていこうと、うん、まあ、いろんな項目があるんですけど、うん、まあ、女性の、ね、自立も、後押しできるような、はい、まあ、そういった取り組みで、ですね、それで、まあ、パートナーシップっていうことでね、まあ、世界を取り込んでいこうと、うん、ね、そういうことで、まあ、全世界でね、みんな協力して、うん、あのやっていきましょうってそういう動きですね、うん、SDGs はね。でミセス・オブ・ザ・イヤーは、まあ、その SDGs のコンセプトのもと、まあ、いろんな、活動をね援助をしていこうと、うん、そういった団体なんですね、うん、で今年も募ってますもんね、まあ、そうです、そうそうそう、うん、どんどんあのお願いしたいと思いますけどもね、うん、今年はあの47都道府県での開催になります。それ地方大会というね形で、本部事務局ガキキッシーさん見てますか、いつもアドバイスありがとうございます。うちの、ね、本部の、ね、事務局の事務局のエグゼクティブディレクターなんですよ。ディレクターなんですよ、はい、その他のね、統括の皆さんお疲れ様です、頑張ってください、うん、その地方大会にですね先んじまして、世界大会がですね、うん、4月の10日日曜日、うん、はい、場所はですね、お台場の某ホテル、はい、
グランド日光って言っちゃってますけど大丈夫ですか、ね、日光言っちゃダメなんですか、これとは別にってことですね。4月の一応ね、この大会に出る、このゆっこちゃんがね、まあ、一応顔が大きく出てるので一応ポスター持ってきたと。はい、はい、ね、え、今年のってことですか。そういうことです。今年の4月10日ですね、うん、ホテルのスーパーバイザー、山崎さん、船川さん、よろしくお願いいたします。お願いします。すごくね、広くて素晴らしい会場ですので、ね、皆さん楽しみにしてください。で、ここで、世界大会に、ね、出場する日本代表のメンバー一部、はい、紹介しましょうね、はい、まず関根由紀子、ここに写真がありますよね。あ、関根由紀子、はい、この写真の方ですね。そうです。一日一食の彼女、私は二食ですけど、一食です。一食です。全然大丈夫らしいです。この人はですね、ミセスオブザイヤー初代グランプリということでね、うん、とってもチャーミングで美しい彼女、うんうん、それだけではなくてですね、実はなんとあのパリコレのですね、パリコレのメイキャップアーティスト、その資格をね持ってお持ちになってらっしゃる。すごいですね。お持ちになっちゃった。あと10秒です、スガピー。あと10秒ですよ。もう10秒じゃもう逆に。ちょっと待って、おかしいだろそれ。まだ5分経ってない。5分経ちました。え、そんな早かった。早いです。ちょっと押したのが早かったんじゃないの。いや、そんなことないです。実は関根さん、犬を飼ってますが、まだ1歳です。賢そうで可愛いトイプールドは、なんと名前がジーノさん、おしゃれですね。イタリアで生まれがいいとか、高貴な感じとか、なんかわけわかんないこと言ってましたが、テヘペロ。ということで、スガピー、ありがとうございます。あの、1個だけね、はい、京都中京区の、はい、ノリピー、ロイヤルファッションデパートメント。ピーがついた。素晴らしいところ、ね、5分あったり。え、本当もう早いですよ、本当に。練習してきたんだけどな。いや、すごい。ありがとうございます。まあ、そういうことで、あのミセスオブザイヤー、これからも、はい、期待しておいてください。よろしくお願いします。続きはミササチコさん、クイーンの部屋でね、また明日。全然ありがとうございました。またあれ、バイバイ。よろしくお願いします。ありがとうございます。ミセスの父です。ありがとうございます。ありがとうございます。 OK、 もうちょっと大丈夫。それでは次のゲスト様は、定築レコード元代表の川上翔、あれ翔吾さん、吉田様です。わざわざお越しいただきましてありがとうございます。で、現 SDSS ジャパン株式会社の代表取締役の川上さんです。あ、真ん中で、はい、大丈夫です。ではよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。あ、こんにちはかな。これがね、あのどういう番組かよく知らないですね。来てテレビなのかあのと思ってたら、なんかあの今電車の中で見てたらラジオ番組って書いてたから、ラジオだと思って、うん、今控え室でなんかこの画面が出てるから、これ何なのって聞いたら、いやいや今ライブ中継してますって言うんで、今あのいきなりちょっと僕の FM でちょっと今から番組に出るから今からだよって書いて送ったから見てくれるから、うん、まあ、ありがとうございます。それで今日あの桜子さんがなんか開運の番組だっていうもんだから、うん、あの開運っていうか、あの私自分の人生で、うん、あのまあ自分が切り開くものだっていうふうに感じてるんですよね。だからあの小さい時からもう神様しか信じてなくて、あまり人の言うこと聞かないんですが、たまたま今日はどんな話するのって言うから、あの私音楽嫌いで全く音楽をあのたしなんでなかったのにレコード会社を入ったっていうね、まあ、あのそれがあのまあ業界では有名なんですが、私あの歌なんか歌うのは女が歌うもんだと思ってたので、小学校中学の時もあの音楽の先生が川上君にいっぺん歌わせてみたいと言ってたんだけど、歌わずに、歌は女が歌うもんだって言って、男が歌なんか歌うかっていう、そういう感じでね、それで小学校中学歌わないで、で高校はあのもちろん芸術は音楽書道美術の選択だったから、美術と書道を選んで音楽やってないんですよ。それで大学もあの もちろん音楽とかやりませんよね。ちなみに音楽の成績とかってどんな感じだったんですか。いやもうあの筆記だから、それはもうあのそこそこですよ。歌のだからあの歌唱はゼロですよね。
あ、そう。僕はあの好きな科目は100点で、嫌いな科目は0点っていう、あの中学でやってたから、それでまあ高校も大学もなんとかね、あのうちはあの貧乏だったから姉も妹も中学しか出てないんだけど、僕はあの小学校2年から働いてたから、たまたま高校も大学も行ったんですよ。それでなんでレコード会社入ったかっていうと、単価の高いアルバイトしてたんだけど、たまたまあのレコード会社がね、東芝が、募集をしてて、東芝 EMI、うん、それで音楽って遠かったから、だいたいレコード会社でどんな仕事するのかなと思って行ったのが縁で、結局まあ60年、現在はあの肩書き書くときに音楽プロデューサーでやってますから、それであのレコード会社に入ったら、もうレコード会社に入らなくてしょうがない人たちがいっぱいいるのに、その人たちが入れないのに僕みたいなのがこんな入っていいかな、いいのかなってね、そんな感じで申し訳なかったんですが、おかげでまあいろんなあの楽しい人生を送らせてもらってね、もう今81もなるんだけどね、そうなんですよだからあの全然見えないです、音楽生活もう60年ですよね、音楽に携わってね、だからそういう意味ではまあ楽しい人生を送ったということで、それでまあレコード会社に入ってもまた僕は特殊でね、まあ我が道を行くで、歴代7人の社長に仕えたんだけど、誰とも売り上げが悪かったんですよ。それでもあの定月のその定年になるまでね、いたということで、まあこれも稀有なケースなんですが、とりあえずはあの上司とはあのずっと折り合いが悪かったんですよね。それであの僕はあの定月のあの福岡営業所っていうところ入ったんですが、あの大体ね、主任クラスで定年になっていくんですよ。だから役職の少ない会社だなと思ってたんですが、あの直属のあの課長と折り合いが悪かったためにね、あの外されてねそれであの本社に行って、それからもうあのまああのどんなんていうかあのトントン拍子で出世しちゃってね、意味がある本社に行くべき、社長になるべき人ってことですね。そしてあの、まあ、鉄工業っていうところの社長になったんだけど、あと30秒です。はいはい、まあ、そういうことでね、まあ、人生あの人の意見とか、まあ、それの聞くのもいいんですが、自分が一生懸命やってたら、あの運が開けると、だから本当今日はこんなたったこんな短い時間と思わないから、あの歌手の人たちは僕はもう 99% 運だと思ってますから、それで僕が経験したことでいろいろ話したかったんだけど、たったこの5分じゃね、もう終わりなんでしょ。八代亜紀さん、中島みゆきさん、天童よしみさんを育て上げた建築レコードさんってことですね。そういうことで話をしたかったということです。もうじゃあ時間いっぱいですね。そうなんです。はいはい、了解です。はい、唯一皆さんに同じ地図と説明を送って、唯一直前まで道を迷ってた川上さんです。どうぞよろしくお願いします。あのコートのまま今ここに入ってこようとしましたから。まあそういうことで今後ともどうぞよろしく。ありがとうございます。どうも失礼します。川上さんありがとうございました。すごいですね。5分って早いですね。早いですね。今5分。あ、そうしたら次はシンガーソングライター、美人シンガーソングライター、美人人相学手相学の開運師であるシンガーゆうかさん。こんにちは。お願いします。お願いします。多分今伝わってないですね。じゃあゆうかさんの動画を、はい。はい。こんにちは、シンガーソングライターのゆかです。はい、これマイク取っちゃっていいのかしら。全然全然大丈夫でしょう。はい、今日はちょっと歌を一曲歌わせていただきたいんですけれども、まあいいですね。はい、この歌はマレーシアで作ったんですけども。はい、あ、はい、そうなんです。いろんなね、国際的な人と関わる中で、Facebook の詩人の会に入っていまして、英語で作るんですよね。それでそのグループの中でちょっと宗教的なバトルが起きたんですよ。はい、それで、あ、せっかく詩人の会にいるんだから、じゃあ私は歌でね、なんとかしようと思って、まあ、ただ歌は間に合わなかったので、あの詩を送ったんですよね、英語で。
ね、その歌というのが今から歌わせていただく歌なんですが、はい、Be a Rainbow といって、あの虹はね、あのいろんな色が共存して美しいものをね、うん、織りなしてますよね、うん、そうやってもうみんな違くてもいいから一つになって美しいものを作り上げようという、そういう歌です、うん、ではお聴きください。スタッフさんお願いします。Listen to your heart and reach its orient, so you make us realize our heart doesn't want to hang by someone. So you don't have burdens, so we all can hold our hands. So you don't judge us, so we all trust you.Song, except hopeless people, so we know we're not alone. Song, we are made out of love, so we're also love. Why do we fight? We are aim below, dear friend, love. If we all sing together.Listen to your heart, actually we'll now be one. I was kept on just to want it, you to understand. But I dare to walk up to you. Why do we fight? We are a rainbow low, dear Frank color. If they all sing togetherした時に、はい、いろんな海外の人から、ね、メッセージいただいたんですよ、うんうん、感動しました、はい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 、そのバトルがあってグループから抜ける人がいっぱいいて、うん、であの君の、ね、詩を見て、うん、僕あの歌いたくなったよって言ってヒンドゥー語とかで歌ってくれたし、ね、あすごい、それっていいですね、うん、全然ねメロディーは違ったんですけど、うん、この歌をね、うん、世界に発信してみんなで歌いたいなと思って作りました、うん、いやすごい、ありがとうございます。ぜひぜひ、こちらこそありがとうございます。そうですね、あの編集して YouTube に上がるときにそのリンク先とかあのね、はい、多分送っていただいたものの、はい、ね、あのもうぜひ流してくださいとテロップで思って、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。もうゆかさんだけじゃぴったり終わってもさすがですよ。あ、そうゆかさんの Facebook です。ぜひよろしくお願いします。こちらにね歌ってるあの楽曲も出てると思うのでよろしくお願いします。こちらこそありがとうございました。すいません、ありがとうございました。いやぴったりですよ、ゆかさん。だってラジオ番組川崎 FM のパーソナリティもされてた。ね、うん、もう慣れてるもんですよ、本当にゆかさん。ちょっと飲ましていい。で次はもう紹介した方がいいんじゃないですか。で配信してるんですか。そうしましたらイケメン2人組、聖護修也さん、普段は真面目な会社員、そしてある時はポコチャライバー、YouTube ライブ配信活動されてます。今ちょっと4人入るんで
これを私がやればいいんでしょ。失礼します。はい、ご主屋さんです。よろしくお願いします。ちょっと今日行きますよ。渋滞、はい、はい、どうぞどうぞ。はじめまして、セゴシアと言います。セイゴとシュウヤの2人組で、はい、ルームシェアしている2人組大丈夫ですのコンビで、やらせていただいてます。はい、普段は IT 系のデザイナーとエンジニアをやっていて、その片手間でライブ配信と、YouTube 活動をやらせていただいています。ライブ配信はポコチャというアプリを使って、最近は韓国系の話題を中心に雑談配信とかをさせていただいています。はい、で、YouTube は、はい、スコスコキャットハウスという名前でチャンネルでやらせていただいてるんですけど、そちらでは、ルームシェアをしていて、はい、普段、僕たちの、日常ですとか、うん、あとは猫のエルマちゃんというこの今映っている猫を飼ってるんですが、はい、ありがとうございます。今猫ちゃんの動画とかを上げたりしています。で、そうですね、僕らは桜子さんとはもともとポコチャで配信されてたんで、そのつながりでお世話になっております。お世話になってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構そのルームシェアやられてどれくらいなんですか？去年の3月からルームシェアをしてます。来週ぐらいで1年だ。1年ぐらいの1年記念ですね。はい、あ、そのルームシェアやられた瞬間から一緒にこう YouTube とかライブ配信をやり始めたって感じ。そうですね。あ、じゃあ、あ、そうなんですか。すごいですね。そうなんです。なんでそういう、あ、ちょっと、そうか、俺がずっと質問しかやってます。ありがたいです。ありがたいです。喋るんだ。そんな。100万は一見にしかずなので、皆様、ポコちゃんに登録されて、イケメン好きな方々、セゴシュヤンのアカウント。だから変な話、その今マスクされちゃってるけど、やばいイケメンで す、悪いんですけど、本当に。本当は外したいぐらいなんですよ、はい、本当に。うん、イケメンなんで。やばい、青汁王子並みのイケメン。今日メンションついてます。勝つかもしれないですね。だから変な話、しかも猫ちゃんもいるんで、イケメン、あ、俺イケメン、イケメンですよ。男前。猫も出て、しかも夜中に酔っ払ってチャミスル飲みながらバナナを挟むっていうすごい芸をしてらっしゃるんで、これも本当に優勝級なので、ぜひご覧ください。ぜひぜひぜひ。はい、どれぐらいの割合で配信されてるんですか？配信はほぼ毎日。あ、毎日やってたりします。じゃあ逆に今日の夜とかもやられ。はい、今日の夜もやっています。じゃあこの宣伝をよろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん見てください。そうですね、15週間後なので。あと、もっともっと何か、あと、え、なんだっけ、こちらの配信カフェ言わないと。ああ、そうですね、僕ら今普段ライブ配信やってるって話をしたと思うんですけど、最近知り合いの話で、ライバーさんが集まる、うん、ライバーさんがその接客をしてくれるカフェみたいなのがありまして、うん、今度その男性ライバー版のそのイベントをやるっていう話をいただいていて、まあ、ちょっと詳細はまだこの後の告知にはなってしまうんですけど、はい、もしそういうの始まったらぜひ来ていただけると嬉しいです。どっかで会えるってことですか？そうですね、そのカフェ自体は神保町、東京の神保町にあるんですけど。そうなんです、すごい、そんなのあるんですね。そうなんです。もうすごいですね、今もうおじさんにはちょっとついていけないぐらいの感じ。いやコロナ始まってね、ライブ配信やっぱ伸びてる、ね、そうですね、伸びますね。私はすぐやめ、いやアカウント作り直すって言ってくれて、そのままちなみにもう一つ質問してもいい？はい、いい、してください。もういっぱいください。なんでこうやられようと思ったんですか、2人で？あ、きっかけはあんまりなくて、夜焼肉をしようってなった時に、夜焼肉をしよう、なんか、はい、ライブ配信つけてみようかってなって、はいはいはい、あそこのところで、はいはいはい、ポコチャは最初は初配信のところにはいっぱい人が来るんですけど、はい、それを知らずに、はい、俺たちって人気じゃんってなって調子に乗って始めたのがきっかけです。結構来るんですか、やると最初のうちは。最初来ますね。最初すごいですね、はい、ああじゃあ俺ら結構需要あるなみたいな。はい、で調子の結果こんな感じになっちゃいました。いやでもだって今ちゃんとやられてるんですよね。はい、いや全然いいじゃないですか。そしたらきっかけはこんな感じ。全然いいんですよ。でそれで最初は全然別のところに住んでたけど、その去年の3月から一緒に住み始めてみたいな。はい、そうです。そういうこともあるんだね。同棲1周年ですね。そうなんですよ。おめでとう。ありがとうございます。今日向かってくる最中に。
あ、来週で1年じゃんってなって、なんか1年も一緒に住んでるってなんか気持ち悪いね。ちょっとごめんなさい、全然いいです。もう一ついいですか、はい、仲悪くなったりしない？仲悪くなってないっす ですね今のところ、はい、これからは分からないかもしれない、まあ、これからは分からないですけどね。最近なんかラップの使い方であやべしあったんで、そこがちょっとギクシャクしてるかもしれない。ちょっとギクシャク来てる、はい、ごめんなさい ね俺がどんどん質問ちょっと、このイケメン二人組本当貴重だと、貴重な存在なので皆さん、うん、この後もねライブ配信あるかもしれないんで、ちょっと見ていただけたら、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。すいませんね、短い時間で。ありがとうございます。失礼します。本当礼儀正しい、若いのに礼儀正しく正しいですね、はい、普通のおじさんにはいないです。私なんかもうおじさんですからね。うん、うんじゃない。じゃあ次行きます。次はホマレさんから、はい、私のご紹介お願いします。はい、はい、YouTuber の前、うん、ちょっとね、出ていただいたんですけど、 YouTuber のとちいちさんです。あ、そうですね、あの秋に出ていただいて、はい、夏かな、はい、あ、もう映してるんですか。映してます。どうぞどうぞ。もう音楽になってますから。あ、なっちゃった、ね、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。今日は呼んでいただいてありがとうございます。とんでもないです。はい、浜田さんもご無沙汰してます。よろしくお願いします。今日はでもあれですよ、もう本当に5分だから、もう早く話さないと。早く話さないといけないですね。もう大丈夫、はい、行きますよ。はい、お願いします。はい、喋んないの。ですね、ここ、4月から YouTube を始めて、はい、ちょっとなんて言うんですかね、こう勘違いしてたことがありますよね。何ですか。勘違いしてたことっていうのは、まあ、うん、あのこれボード書いてるんですけど、まあ、うん、4つのこと、はいはいはい、仕事、まあ、普通の仕事、はい、まあ、これ見えないな、これ、はい、じゃあ俺出しましょうか。仕事、はい、はいはい、どうぞ。はい、仕事ね、まあ仕事、また仕事ですね。この上の2つはもう置いといて、はい、仕事は自分のためだけにすることですよね、うんうんうん、でこちらの方、こちらか、こちらの、はい、志のこと、志のことは、うんうん、志は信念を持って取り組む、個人のことだけはなく、はいはいはい、世のためにもやるという、うん、自分はどっちかというとこっち、こっちの方だったんですよね。あ、自分はね、ってことですね、はい、だけどこっちも必要なんです。両方 YouTube っていうのは両方必要なんじゃないかっていうのは、うん、カメラあそこですよね、最近分かったことですか。気づきました、はい、最近、はい、はい、え、終わりじゃないですよね、また。え、まだ終わりじゃないですよ。もう途中で話切れちゃうからね、もうちょっとどんどん言ってください。5分しかないですから、ね、うん、まあ、そうそうそう、そうですね、終わりですか。ということで、そのなんていうんですかね、こう、まあ、これちょっと下げますか。まあ、こういうことですよね。バカでも近づく宝島。そう、バカでも近づく宝島。宝島、でも最近、言葉って、はい、最近だからあれですよね、最近ちょっとこうね、YouTube のチャンネルのニュアンスもちょっと変えてきたんですもんね、うん、ちょっと変えました。あの、うん、このバカでも近づく宝島なんですけど、うん、どっちかというとネガティブじゃないですか。あ、でバカでもでもっていう言葉が、はいはい、だから、はい、バカだから、バカだったら近づく宝島の方が良かったかなっていう気はあるんですけど、はい、逆に本当もう世のバカのまあ自分も一般人バカだから言えるんですけど、世のバカの人たちを代表して頑張ろうかなと思って。だからこれ今日なんかこの、はい、あの服着てるのももうとっちいちさんの正装なんですね。そう。もう今後ずっとこれでやってまいりますので、うん、これ土地、あのパラモーターの企画を、今空飛ぶモーターパラグライダーの企画をやってるんですけど、その教えてくれてる先生にプレゼントしていただきたいんです。 あ、そうなんですか。これでもいいですね。だからこれでずっと活動してくださいっていうことで、うん、でもこれがもう、はい、とちいちさんのもう清掃だと。そうそうそう、どこ行くのにもこれ、コンビニ行くのにもこれですからね、うん、まあそれは別に、はい、アフロは
今日アフロ君最近いなくなっちゃったんですよ。アフロ君引退なんですって。すごい期待しちゃった、期待した目で見てますよ、期待した目で見てますよ、ね、期待してたんですって今日アフロ君。でももう引退だからしょうがないですよね、引退だから。でもなんかもっと話したいことあるんですよね。大丈夫ですか、もう時間ないですよ。あ、そうですね、そうやっぱりあの今までだらけた部分があるんで、この言ったその私事と志、やっぱりこちらの方もこれ両方必要なんですよね。 YouTube は両方必要だと思います、絶対そう。これが必要っていうことは、やっぱ皆さんの見ていただける方の心に響くものをあげていかないといけないということで。でも変な話、先ほどね出てもらった方にもちょっと聞いてみてもいいかもしれないですよね、どう思ってるのみたいなね。あ、そうですね、この後この後、そう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 、この後ちょっとあれでね聞いてみてもいいかもしれないですよね。さっき出ていただいてね、さっきじゃなくて、さっき出ていただいた YouTube とポコちゃんの人にも、そうそうそう、瀬越修也さんにもちょっとね聞いてみてもちょっと面白いかもしれないですよね。うん、ちょっと面白いかも。やっぱり一本一本動画を上げるのにも本当にこう真剣勝負でやらないと響かないと思うんですよね。ホマレさんも競輪現役時代はやっぱりストレスストレス真剣勝負でやられてましたよね。そうですね、やっぱりこの勝負の世界っていうのもあるし、やっぱり人からかけてもらってるって、人のお金をねかけてもらってるっていう責任感もあるんで、まあそんなにやっぱ下手なレースはできないですよね。そうですね、まあ、特に自分がね人気、一番人気になってる時なんかは、5分前です。5秒前だった。あ、じゃあそう、一番人気になってる時なんかはもうほんと負けられないなっていう感じの感じでしたっていうことでいいですか。急にポンとかなるから大丈夫ですよ、話せました。これちょっと上げた方がいいんじゃないですか。で、最後にちょっと桜子さん今日最終回ということなんで、はい、こちらのこれ桜子さんのピッタシのお菓子です。え、私にですか。はい、いいですか。はい、いや、ありがとうございます。はい、なんか懐かしい、これ見たことあるような。あ、そうですか、あれが嬉しいですね。八王子で買いました。あ、いや、ありがとうございます。じゃあこれちょっと持っていただけますか。いただきました、ありがとうございます。じゃあ、おまで都知事で速やかにご退場お願いします。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます でもそれ結構あちょっとこれ先ついてもらっていいですか。これでいいですか。これ、なんか乗っかなっちゃった。で、次はですね、はい、以前にもまた出ていただいた、うん、東京味噌とんかつの藤沢幸喜さんです。幸喜さんです、よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でーす。 ありがとうございます。こちらも本当長い間お疲れ様でした。お花いいんですか。はい、あ、じゃあお二人に、ね、大変だと思うんで。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いやいや、帰んないで、ありがとうございます。いいえ、本当ご苦労様でした。お疲れ様でした。はい、東京味噌とんかつの藤沢でございます。出ちゃったごめん。もうだから多分もう 6組目だからもうちょっと気が緩んでんじゃないですか、ね、本当だよね、かぶり物までかぶって、うん、ちょっと怒られた。じゃあ藤沢幸喜さん、前回ゲストに出ていただいた時はあの目隠し包丁のキャベツの千切りを披露してくださった、はい、あの民教映画にも出てる役者さんでもあります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、俺ね、これね、これあの本当ちょっと大変じゃないから持って帰ってください。 ありがとうございます。あ、そう、でも本当にそうなん最終回だからっていうことで、うん、それで選んでそうやってもらって、なるべくね多分電車で帰られるんでしょうからってことで、あんま大きくないやつ。そう、本当はねバラ100本とかって言ったんですけどバラ100本じゃ高いなみたいなと何にも響いてないから、あの早くあと4分です皆さん大丈夫ですか。じゃあとりあえず味噌とんかつのちょっとそのホームページちょっと出していただいてもいいですよね、はい、あ、なんかお刺身、あ、これはお刺身です、ね、お刺身ですね、お刺身がでした、うん、とんかつですから、とんかつのもう、
願いします。ああこれ。そう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 、もうね。そうだから来ていただいた時これ作ってね、お弁当作ってきていただいて、ね、ひたすらもぐもぐ2人食べてもぐもぐタイム。そうだね。ここにお店に来てる体で思いついて、そんな感じだったんですよね。うん、もぐもぐタイム、まあ今日のね、うん、ちょっとトレンドのなっちゃうかもしれない。そうトレンドになっちゃう。いやでも本当になんつうの、お弁当でまあ運転でね、ね、あ美味しいの多分美味しいとかあったかいの食べた方が絶対いいですけど、揚げたて、そう揚げたて、あのサクッだけどなんかこう、ね、味噌が名古屋で食べた味噌カツと違ってすごいなんだろう、こうサラッとしてフレッシュなんですよね。フレッシュ、あうん、ライトなね感じですよね。店長さんが試行錯誤を重ねて時間と労力を費やした結晶ってことすごい分かったんで、そうですね、もう本当美味しかったです。八王子で営業してる際はもうね必ずお店にいますんで、あー、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ声かけていただければ、トリゴヤズーリ見ましたと言ってくれれば、はい、なんと200円引きになりますね。あら、いやー、いやでもでかいです、でかいよ、200円引きになりますよ。5回行ったら1000円引きですからね。そうそうそう、すごいですね。あのなんか洋食っぽい おしゃれじゃないですか。え、ちょっとね宴会料理かな、うん、それは。あ、うん、あじゃあホテルエルシーとかエルシーに出してホテルエルシー好きですよね。ケオクラバ、ホテルエルシー好きですよね、もう前からなんかそう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 、ね、そんなのもね、あの事前に予約いただければ作ってますんでね、はい、はいはい、ありがとうございます。いいえ、俺でもなんかちょっともうちょっとしたの撮影もあるってちょっと小耳に挟みましたけど、はい、うん、はい、またヤクザの大門レジェンドってやつですね、うん、主演が主演が白龍さんの映画になるんですけれど、うん、そちらの刑事役で今回出させていただいてますんで、うん、あもうそれは言っちゃって大丈夫、大丈夫なやつなんですか、うん、もうシリーズなんで、あ大丈夫なんですか、はい、ずっと出てますんで、うん、弁護士事務所役じゃなくて、弁護士事務所役ではないですね、はい、はい、それはもうあたの前の職業ですよ。あそうですね、覚えてますよ、うん、ね、すごい、はい、あーでもすぐあるって言ってましたもんね、撮影。そうですね、うん、またもうそちらの方もぜひあの皆さんね、レンタル、はい、ね、されてますんで見ていただけたらなと思います。あ、はい、じゃあ今日はあれですか、もしかして服装もちょっと刑事の、違いますよ、これもう私服でしょ、その刑事の非番の日みたいな感じでちょっと合わせてみるか。そうしか見えなくなってきた、これでどうやって刑事に見えるんですか、こんな刑事の非番の日みたいな。しかもそうだ、思い出した、ゲストに出てた時キャベツの千切り、あのもったいなかったし家に持って帰るって言って袋ごと車の中に置いて、そう置きっぱなし、私すごい探したんですけどないないみたいな。もうそれも置きっぱなしだし、なんか買い物袋も置きっぱなしだし、え、何の買い物袋、買い物袋とかなんかあのあったじゃないですか、うん、あの桜子さんが持ってきた服、あ、はい、それを置きっぱなしだったみたいな。すいません、本当に申し訳ないです。まあね、でもね、本当お疲れ様です、本当に。いや、こちらこそありがとうございます、ね、ちょっとね、もう本当半年駆け抜けることができました。もお疲れ様です。まあ、ね、ちょっとね、さっきの都知事さんね、面白かったですね、都知事さんもね、うん、ちょっと何言ってるかよく分かんなかったですけど、あの人はだって下手したらちょっとね、外人の血が入ってるかもしれない。都知事さん捕まっちゃう、都知事さん、ちょっと今日もちょっとなんかよく分かんなかったんで車で、本当にってことで、時間が参りました。ありがとう、本当、映画の撮影のタイトルと、あと DVD が前回ほら、うん、ね、出さなくていいかみたいになったけど、うんうん、僕の出てるやつですか。そうです、はい、僕が出てるの結構何本かありますけれど、うん、極王シリーズ、あそうですね、はい、こちらあのツイッターの方に、あ、はい、うん、ツイッター、あそうですね、そちらの方に、はいはい、出てますね。あとで教えていただいてもいいですか、はい、はい、あとはそうですね、ちょっとね出てないのも書いてないのもありますけど、歌舞伎町黒社会、はい、歌舞伎町黒社会、はい、そちらの方には出てます、怖いよぜひねそちらの方もあの見ていただけたらなと思いますんで、ありがとうございま す,、はい、す、日本統一とかある、あ、すごい、はい、お疲れ様です、ありがとうございます、じゃあ頑張ってください、ありがとうございます。ちょうど10分じゃん、はい、10分、そうしましたらどうしますか、
どうしますかじゃなくて、はい、はい、では競輪ワンポイント講座でーす。 あ、 あ、もうそれはまあできないので、ツイッターにコメント、あ、届いたんですか、ありがとうございます。コメントいらないわ、ダメでしょそんなの。早口巻きでお願いします。アルミアローズさん、毎回楽しみに拝聴させ、アルミアローズさん、え、この方ポコちゃんで、これ私知ってる人です、ね、あ、そうなんだ。毎回楽しみに拝聴させていただいておりました。最終回とても残念です。よろしければ記念に明日の鳥で G1 の最終レース展開予想よろしくお願いいたします。はい、じゃあお願いします。ちょっとそれ調べないとあれなんで、はい、ちょっとあれなんですけど、じゃあ2分以内でお願いします。ちょっと携帯がないんで、誉れさんのブログをスタッフじゃあそうしましたら、あのツイッターで、ツイッター、私のツイッターで展開予想しますんで、それをアルミハルズさん見ていただいてよろしいですか。すいませんね、ちょっと今携帯今手元になくて見てなかったんで。アルミさんって全身アルミ巻いてるんですか。ん？ちょっとそれは違いますけどね。だからまあちょっとあの私ツイッターではつながっておりますので、そちらでちょっと展開予想いたしますんで。ちょっと今ちょっとね、ちょっと時間もねあんまないのでごめんなさいねっていうことで、だからそしたら私たちのホームページを紹介する形でよろしいですか。味噌とんかつじゃなくて、あ、はい、こちらです。誉れ先生のブログ、でも最近書いたんですよ、新しく更新してた、そう、ね、最近新しく更新したんで、うん、まあその辺もね。で俺一番見てほしいのは、うん、ちょっとしてもらって言ってもらって、もうちょいしてもらって、じゃあ年収いくら、一覧、それよりか競輪選手のなり方っていうのをちょっと見てほしいんですよ。これって、うん、あのほとんどないんで、元競輪選手が競輪選手のなり方を紹介してるブログなんてほぼないんで、これ見てください。これ見ればもうわかります。唯一競輪選手にさせたい親御さんとか ね、 ね、まだねご覧になって、YouTube に結局上がるんで、ちさ子さんってもうテレビ見なくて YouTube とか見てるからね、うん、これってやっぱり夢もあるし、今30までエントリーできるんです、ね。あ、もう何歳でもできますよ。何歳でもできるんですけど、うんうん、まあだからその競輪選手になりたいなっていう人はもうこれ見てくれれば、うん、もうまあなれるとまで言わないですけど、まあそこの近道になるはずです。うん、だからこれを見てくださいって言いたいです。私は。うん、で桜子さんの。あとここなら。これどうしたんですか今の。あ、どこなポイント、 あれ YouTube ここならはね、ちょっとここならもね、ちょっと私やってるので、ここならからもちょっとアクセスしてほしいんですけど、展開予想とかレースの予想とかそういうのしますよっていうのをちょっとここならで販売してるので、はいはい、もしよろしかったらそこからやっていただければいいかな、うん、っていうのもちょっと思ってるんで、はい、ちょっとそこら辺も使っていただければなみたいな、はい、はい、で桜子さん、あ、これ私のホームページです。はい、個人のあの鑑定をこちらで受けてつけてます。あ、これはなんだっけな。あ、違うな、間違えますね。それは違いますね。ブログの方をお願いします。これ予約サイトで、あ、これもう終わりました。はい、こちらはホームページと今月半ばから来月までのあの誕生月別のを出してるんで、そちらお願いします。ホームページはあの普通にインスタグラムとか、あ、ありがとうございます。誉れさん何月までですか。10月ですね。10月です。不安な気持ちを手放してベージュと紫の身につもうものを身につけて大吉です。ないな、はい、ない。これは本当にすごい時間をかけてメッセージを何月生まれの人お願いしますって言って、あのカードとチャネリングで出したので必ず当たります。ベージュと紫色、うん、うん、のものを、まあ、ネクタイとか例えばハンカチでもいいですし、うん、カバンにちょっとお守りを、あ、まあ、ちょっとしたワンポイントでもいいってことですね。身につけたりと、あとあのショーツじゃなくて、なんていうんだっけ、男の人のトランクス、トランクスは下着になっちゃいますから、真紫でトランクスは下着になっちゃいますから、はい、はい、あ、でもちょっとしたワンポイントでもいいかなってことですよね。はい、はい、ね、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。そうしますとあと5分なので、あ、ゲストさんもしかして控え室でご覧になってますか。もしね言い残すことがあったら1人30秒するずつぐらいなんかすごい最後なんで、わらわら入ってくる、わらわらわら最後なんで終わりました。いやもう私最初なんか1人でさ毎週やってたんだから、うん、大変よ。でもえ出る、え何ですか、2人、あ、あの30秒川上さんとかあの大丈夫ですか、ゆかさん、あの生後主役すがぴー大丈夫ですか、バババッと、あの一応じゃあフェイスガードしますね。なんかこれとオミクロンとかよくわからないもののせいで私オミクロンとか全く信じてないんですよね。まあでも一応やれって言うからやりますけど、皆さんご自身でちゃんと考えてください。いかにニュースをで踊らされて、飲食店だってね今協力金2万で一体どうすればいいのかと思うんです。お疲れ様でした。こちらお花ショップからですので、ありがとうございます。あのマレーさんほら、あ、ありがとうございます。これがなんと桜と先生に、こちらも先生宛てにです。どなたですか。お疲れ様でした。すいません、ありがとうございます。いただきましたよ。嬉しい、ありがとう、うちさんありがとうございます。そんな花束で、ね、あの青山の陶芸家のうちさん、ありがとうございます。すごい、なんかすごい、いただいちゃって、あ、誰か最後言い残したことあります か。来たい人いたらちょっと話していただいても全然大丈夫ですよ。まだ時間ありますんで3分ぐらい。そうですね、じゃあちょっと今日あの1年振り返って、誉さん何かありますか。1年振り返ってすいません時間ないんで、どうぞ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 入ってくる。すごい、うっちーさんありがとう、ふなちゃんありがとうございます。ありがとうございます。スリムスリムスリム。じゃあそしたらクレームアウト。いつもだからあんまり時間もないですから、時間もないですから、これの写真いいですか。大丈夫、ゆかちゃん大丈夫。最終回の桜子さん最終回花束持ってくるから、泣いちゃうから、頭だけ頭です。はい、あ、そうかな、はい、はい、だから今日来ていただいた総勢7名あ、7名ですね。7名でいいですよね。藤沢さん、はい、藤沢さん、はい、東京メッセの藤沢さん、成熟レコード元社長川上さん、スガピーキラリコーポレーションとミセスアース今年あの埼玉統括と、あとあのユーチューバー八王子アフローのトチンジさんとシンガーソングライターのゆかさんと聖子修也くんポコチャライバーと真面目なあの YouTube も始めてますので、そして元競輪選手のあの誉さん競輪予想もされてます。私はただのニートですけどよろしくな。トリガーズリぜひ番組持ちたい方はあのホームページの方からお問い合わせください。すっごくいい経験になりますので本当にありがとうございました。本当スタッフさんもね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またいつか。またいつか。あ、そうですね。はい。あ、まだ1個ある。ゆっくり。あ、なんか言った、言った。せっかくね、イケメンなのにね、マスク取れないのが残念。あ、ここにいた、びっくりした。あ、マスク取ってください。だって、ここで取りたくない、取りたくない人は取りたくないね。優しい、うん、自分も撮ってちゃんとイケメンだがマジイケメンだからかっこいいな、スコスコキャットハウスチャンネル登録お願いします。スコスコキャット、はい、よろしくお願いします。え、あ、俺ですか。いや、後であのやりますんでね、いただいたやつはね、ちゃんとね展開やつ
後でツイッターで流しますんで、皆さんよろしくお願いします。はい、OK。まだ7、4、相良さん一言言った方がいいんじゃないですか、最後。2020年皆さんが開運しますように、私もはいかけながら応援しております。よろしくお願いします。お疲れ様でした。